人類がなぜ滅びたのか、今となってはもう知るすべもない。この星は完全に死に絶えた。地表で息づく者はその姿を土に変え、大地の一部となり溶けていった。ただ荒廃した地表が限りなく続くこの景色を、幸いにも目に留める者はいない。今一つの歴史が幕を閉じたのである。しかし星はその力の偉大さを誇示するかのように、地の奥底に眠る生命体を呼び覚ました。新しき歴史を生み出すがために。美しい大地だ。この地が我らに帰ってきたのだ。魔族の台頭である。星は新しき世界の幕開けに異形の衆を呼び覚ました。この大地で生きていける者たちを。我々魔族以外は全て滅んだようだな。いよいよ我々の時代が訪れたのだ。早速魔界に帰り報告するとしようか。何者だ。二つの生命あるものが一瞬にして消えた。星は魔族の存在を認めなかったのだろうか。いや、今出現しこの殺戮を行った新たなる異形の者に星さえも驚いたことだろう。異形の者は天より降りてきた。星が地底より魔族を呼び覚ましたのと同じく、天空が彼方よりこの者たちを呼び寄せた。このことを魔界に報告せねば。その口から一つの目玉がこぼれ落ちた。瞬間その目を足に挟み込み、天空へと飛び立つ者がいた。スケルトンよ、お前の意志しかと受け継いだ。新しい歴史は壮大なる本当のハルマゲドンで幕を開けた。外の様子はどうだった？まあこれを見てくれ。魔族のものを集めるのだ。鬼の目が怪しく光ると、先ほどの地上での光景が次々と映し出されていった。このホログラム、さっき俺が偶然天空より見たもんだ。お前らどう思う？スケルトンとミノタウロスの一族のものだな。我が一族の者がいともたやすくやられるとはな。地表にまだ生物がいようとは思わなかった。いや、地表の生物は虫けらさえも絶滅したはずだ。では一体何だというの？我々は人類が地表の王となるはるか以前より地中に君臨していたのよ。その時突然ガーゴイルが苦しみ始めた。羽の生えし黒き使い魔は一声吠えるとビクンビクンと小刻みに震え始めた。あっ、体がうわあ。その表皮を突き破り現れた薄紫色の細管が頭部に突き刺さると、彼は気の抜けたデクのようにゆっくりと話し始めた。このことの生態を借り、お前らに伝える。我ら地球星系連合はこの星を131番目の
魔族の一人がその鋭い爪を大きく振り上げた。わかった。後悔するな。避けるな。異性からの侵略者だと。慣れた真似するんじゃねえ。ドラゴンニュートは雄たけびを上げた。戦いだ。この星を魔族の楽園とせんがため、あくまで戦うのだ。まあ待て、我々の地表での行動には制限がある。なんだこの振動は。地表だ。地表をスクリーンに映し出せ。なんだあの光は。あの光をアップにしろ。あれは石の板か。何か文字が書いてあるぞ。星の軸を戻し、安息の地に変えたる者、地表の長となり、平定を誓う者とする。黙示録27章。どういう意味だ。地表で、何か別の意志が働いているようだわ。各一族より一名ずつ代表を出すのだ。とにかく地表で何が起きているのか探らねばならん。うん、地表では思うように行動できねえからな。他の種族の助けが必要だ。まあ昼と夜は何とかなるさ。しかしサルバンのハサエビはどうするんだ。一瞬にして押しつぶされてしまうぞ。シャーマンの壺を使えばよい。幸い我々は地表ではサルバのハサエビしか行動できないしね。異性隊との戦いに加えて地表での謎の解明か。よ、俺たちはそうまでして地表に住まなきゃなんねえのか。そうだ、地表を制する者こそこの星の支配者だ。我々の住める地表にしなければならん。なぜサルバンのハサイビが起きたのか、あの石板が何なのか知らねばならん。そうね、早速出発させましょう。そして各種族の猛者たちが集められた。我々に任せておけ。調査などせんでも異性隊など蹴散らしてくれる。魔族より選ばれし12名の勇者を待ち受ける運命、それがとてつもなく過酷なものであることを、この星さえも予測できなかった。